はい、どうも皆さんこんばんは。ゼルダのです。ムジラの仮面、今日もやっていきたいと思います。皆さん、いよいよね、仮面がすべて整いまして、最後の日の12時、いよいよスタルキッドの元へ向かいたいなと思っております。いや、ついに来ましたね、スタルキッドへの。はい、ということで扉が開きます。さあ、いざ行かん、スタルキッドのもとへ。この花火は町の連中が上げてますね。月が降ってくるんで、とりあえず向かいましょうや。パート3ぐらい以来かな、スタルキッドのところへ行くのは。まあ、前回行った時はね、何にもできずに、月の落下を見届けるということになったんですけれども、今回は違うぜ。姉ちゃん、トレイル、沼、山、海、谷にいる4人の人たち、早くここに連れてきて。余計なことを言うな、バカ寄せ。もうあんたの思い通りにはさせないわ。まあいいや、今さらあいつらが来てもオイラにかなうわけないさ。上を見な。止めれるもんなら止めてみろ。こいつの声もう俺もう忘れましたわ。2、3ヶ月ぐらい前、どれぐらい前なんだっていう話で、こいつの声もう忘れましたわ。何するんだっけ、オカリナだっけ、待って、オカリナだっけ、何するんだっけこいつに。フックショット、何やるんだっけこいつに。ちょっと待って、こいつに何やるんだっけ。え、ちょっとこいつに何やるんだっけ本当に。オカリナ吹くんだっけ。あ、そうだ、巨人だ、巨人になりゃいいんだ。そうですわ、かぶれないよね。こいつ何やるんだっけ、ちょっと待ってくださいね。誓いの号令、右下 A、 下右上、誓いの号令を食らわしてやります。右下 A、 下右上、誓いの号令を食らわしてやります。はい、と。食らってますね。お、巨人の仮面で対抗してやろうかなとも思ったんですけど、フックショットとかで戦ってやろうとかも思ったんですけど、苦しんでますね。確かね、誓いの号令を吹けみたいなこと言ってた人がいたんですよね。妖精かな、なんか言ってた記憶があったんで吹いてみたんですけども、ドンピシャでした。妖精が最初の方で言ってたのかな、それとも誓いの号令を教えてくれた人が言ってたのかな。なんか記憶があったんで吹いてみたところ、お、でかい巨神兵みたいなのが現れました。巨神兵が現れました。スタルキッドの最後かな、いよいよ。進撃の巨人ですわ。あ、なるほどね、4人の巨人がってこと。俺の持ってる亡骸の4体の巨人が、巨人が来たところでみたいなことをスタルキッドは言ってましたが、受け止めろ。受け止めるってことですね、巨人たちが。行け。
さあどうなるんでしょうか。お、止まった。止まりましたね。これで世界滅亡が防がれたってことでしょうか。防がれたってことですね。あとはスタルキッドを懲らしめてこのゲームも終わりか。と、止まったわ。やった、止まったのよ姉ちゃん。やりました、取れる。だがスタルキッドがまだ。よかった、間に合った。巨人たちの叫びがスタルキッドに聞いたのね。ちょっとスタルキッド、あんた何しようとしてたのか分かってんの？待ってよ姉ちゃん、そんなにスタルキッドを責めないで。トレイル、何かばってるのよ。あんなにバンバン撃たれてあんた悔しくないの？寂しかったんだよスタルキッド。世界を滅ぼそうとしたのよ。ダダッコのレベルじゃないわ、許せないわよ。仮面の力がそうさせたんだ。スタルキッドが使うにはあまりにも大きすぎたんだよ。身の程を知らないからよ。気がちっちゃいくせにバカなんだから。もうめっちゃ言うなナビ。確かに気を力を使うには荷が重すぎ大きすぎたようだ。そうよ、バカを認めなさい。ただあんなスタル、何？あんなスタルキッドですらまだ生きてたのか。こんな小さなスタルキッドですらおかしくさせてしまうこの仮面。あ、仮面がついに、このものの役割はもう終わった。まさか、じゃああの月は。はい、これが本体です。ムジュラの仮面ですね。スタルキッドは操られていただけなんですね。仮面が逃げていきました。腕は食う、全部食う、人間食う、人間食うってやつですか。巨人が、わあもうダメ、早くあんた時の歌よ時の歌。時の歌吹いて解決すんのかな俺。まさかあそこに行くって言うんじゃないでしょうね。この中か、私は嫌よ。あんた一人で行きなさい。トレイルと一緒にここに残るわ。僕が行く。何言ってるのトレイル、どうかしちゃったの？僕も逃げてばっかりは嫌なんだ。僕がしっかりしていればスタルキッドだって。この中に入れってことですか。つまりは、分かったわ、私が行くわ。しばらく見ないうちに誰かみたいに生意気なことを言うようになったわね。誰かって誰だ。本当にあんたたちはバカなんだから。俺一言も喋ってないけどね。リンク、リンクなんか言ったっけ。はい、中に入りました。そして真ん中の時計が皆さん消えているのがお分かりいただけますでしょうか。そしてここは一体どこなのか。マップには何も記されていない。ちょっとここを探索していきましょう。ちょっと時間かかりそうなんで、ウサギズキンで。はいと。とりあえず木の中心まで行ってみますか。いた。なんかいるな。子供？走り回っている子供に、仮面をつけた人。まず子供から話を聞いていきますか、じゃあ。少年よ。少年？何？やあ、いい天気だね。たくさんお面持ってるね。君もお面屋になるの？ねえ、遊んでやるからお面ちょうだい。は？お面ちょうだい？面を渡せってことでしょうか。じゃあ一番いらないお面を渡してやりましょう。一番いらないお面はね、この豚です。一番いらないのはこの豚でしょう、どう考えても。何に使うんだっていう、俺一回も被ったことないからね、このお面。はい、豚の目あげるよ。ありがとう、君いい人だね。かくれんぼしよう。かくれんぼしよう。
僕隠れるから。は？え？何？なるほど。ダンジョンの入り口ってことですか？つまりダンジョンの入り口ということですね。ここの中に、隠れているってことですね、さっきのやつが。じゃあ、かくれんぼに付き合ってあげましょうか。見つけ出していきましょう。あ、そうそう。俺はね、なんだっけ、面をもらったんですよ。だから、この石と喋れるんですよ。なんかヒントでももらえますか？これです。誠の面で話しかけることにより、喋りかけれるはずなんで、お面に反応して奇妙な石が語りかけてくる。こっそり聞いた話だが、ガロのお面はゴーマン兄弟が悪さに使っていたらしい。いえいえ、そんなことはいいよ。役に立たんな。役に立たんな、あれ。何の話だよ。タイミングよく、こいつに飛び乗ってやりましょうか。あ、こっちでいいや。真ん中乗れないか。真ん中乗れないんですね。結構むずいな。真ん中乗れないみたいっすわ。なんで、どうしようかな。どうしようかな。とりあえず、ここにおりまして、入って、あのスタルキッドがどこにいるかですよね、問題は。とりあえず、降りて、オッケー。危な。どこにいる？一応ハートのかけらがあっこにあるのはあるんで、取りに行ってもいいんですけど、あ、向こうも怪しいな。とりあえずハートのかけら回収しに行きます。わずかに見えるんでね、あれを取りに行きましょうや。まあ、もらえるもんはもらっておきますよ。届くか。オッケーオッケーオッケー。はい、もらえるもんはもらっておきますよ。オッケーです。これハートのかけらだけなのかな？ちょっと待ってください。これにも、ちょっと一応、話聞いておきます。こっそり聞いた話だが、夫婦の面はカーフェイとアンジュが持っていたらしい。あ、なるほど。これ面を持ってない人用の、なんかヒントが聞けるみたいなことですか。俺はもう幸い、おそらく全部の面を持っているので、聞く必要もないんですわ。うん、聞く必要もないんですわ。直接行きます、これ。ジャンプ力あるんで。届くかな？届かないのか。おそらく向こうですね。向こうまで、じゃあ向かってやりますわ。なるほど、そういうことか。かくれんぼをやっているっていう人に、子供、さっきの子供に面を順番に渡していくっていうことですね。で、渡していって、かくれんぼを攻略していくっていうのが、この最終ダンジョンの目標ということでしょうね。向こうか。向こう一発で行ってやります。おいと。うわ、ない。はい、ちょっと向こうに着くまでカットします。結構難しいですね、これ。はい、行けました。オッケー。かくれんぼが。いた。よ、見つけたぜ。その面、外してよ。ごめん。お前も外せよ、じゃあ。お前も外せよ。失礼とかないぜ。見つかっちゃった。ねえ、お面もっと欲しい。はい、じゃあ渡してやりましょう。このデグのお面とか渡すとまずいことになりそうなんで、どう考えても必要のないお面から渡していきますわ。このキータのお面とかいらないんで、キータのお面くれてやりましょう。もう最後なんでね、もう面を順番に渡していってあげますわ。ありがとう。君優しいね。ねえ、聞いていい？君の友達はどんな人？その人は君のことを友達と思ってるのかな？悲しいこと言うなよ。俺が、いや、それ悲しいこと言うなよ。その人は君のことを友達と思ってるのかな？はい、
仮面が2つ回収されてしまったんですけれども、まだ仮面いっぱい残ってるんで、あと子供もいっぱいいたんで、その子たちにも、仮面をあげてみようかなと思います。おそらくこれ全部こなして、ラスボスが出るのかなと思うんですが、あと1、2、3、3人か、3人いるので、あとこの3人も、仮面渡していこうかなと思います。ということなんですけれども、一旦この辺で、ちょっと早いんですけれども、一旦この辺でこのパート終わります。また次回ね、エンディング次回かその次、あと長くてもパート2つで、もしくは次回で、エンディングになるかなと思います。ムジラの仮面ね、ブレスオブザワイルドで時のオカリナやってないか、神々のトライフォース、ブレスオブザワイルド神々のトライフォースとゼルダシリーズを攻略していくっていう企画なんですけれども、ムジラの仮面がね、もうちょっとでエンディングを迎えられそうなんですよ。結構ね、多くの方に楽しんでいただけているんですけれども、いただけて非常に嬉しいなと思ってるんですけども、次回作なんですが、トワイライトプリンセスもしくはスカイウォードソードのどっちかを考えているんですけども、トワイライトプリンセスかな、順番にやりたいなと思ってるんで、トワイライトプリンセスかスカイウォードソードを、やろうかなと思っているんですけれども、また、ムジラの仮面ね攻略し次第またそこから検討していこうかなと思います。ということで、また次回、エンディングになるか、その次エンディングになるかわかんないですけども、また次回もお楽しみに。サイテンマンでした。ありがとうございました。